全然変わってるもん、駅前がここ。どんな感じになってんの？なんか前は、あの、切符売り場、こっちにあったんですよ。はい。ヒロさん、切符じゃないの？あれ？切符じゃないの？俺はね、進んでるからね、モバイルスイカっていうもんがあるの。そうなんだ。そう。お花茶屋。お花茶屋。190円ですね。やばい。ドキドキしてる。何が興奮するの？なんか懐かしい。懐かしい。あの商店街歩くのもだって3年ぶりとか。なんか人いっぱいいる。うん。興奮する？興奮しない。はい、今するとか言って。もつ煮込みやってるかな？ね。やってればいいな。空いてるといいね。この電車ね、めっちゃ臭いんですよ。何やろ。京成線。臭いの。今人いっぱいいる。着いた。ここにピッチ乗ってるやつ。なんか学校の先生に会わないと心配。会ったらどうする？ね、もう他人のふりする。挨拶しなよ。ね、女になってる。まあな、でもいいじゃん。教え子だった子が立派になって。あ、そう、あのね、うん、ここのね、うん、あの店員さん、うん、いないかな。行ってきなよ。私が学生時代の時に、うん、AV 男優の加藤隆さんに激似の人がいた。やってた？やってるやってる。ありがとうございます。塩はい、餃子も焼き。変えましたね。変えたね、よかった。嬉しい。箸入ってないか。なんかね、コンビニの感覚だとね、入ってっからね。そうなんだよ。うん。なんか匂い。持とうか。あ、持つ持つ持つ。あ、大丈夫ですよ。持つだから持つよ、俺が。え？はい、いや無理に割らなくていいよ。 あそこで、あの、うん、セブンあるって。うんうん。何か買ってお菓子を手に入れましょう。あれ、うん、あれなくなったっていう話。どういうこと？なんと、えまるで狙ったかのようにさっき閉店したと。マジか。リアクションを。え、あ、まあ仕方ないのかな。うん、って感じ。すいません、ありがとうございます。どうも。すげえ、超優しい。ゲットした。ゲットした。いい方でしたね。うん、超優しいわ。しかしね、東京と言っても広くて、本当に人生で行かないとこっていうのはいっぱいあるだろうしな。ああ、私西東京あんまり来たことない。ああ、そっちは行かないんじゃね。行かないか。うん。でもなんか、あの、市の方はまだ全然行くと思うけど、うん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 、多摩とかの方でしょ。そう、てか私奥多摩行きたいんで。ああ、いいじゃん。ダム見たいんでしょ。そう、ダム。ダムが見たい。ああ、知ってる。なんかそういうの好きだよね。うん、海底火山とか。海底火山見てえな。海底火山とかダムとかなんかロマンありますね。確かに。うわ、蚊がすげえ。ここで行くか。ここにする？うん。ああ、ちゃんとラップしてくれてる。わあ。どれ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 。あ、これを食べてたわけね。そうそうそう。うん、っていうかね、多分ね、相当不器用な。かゆい、かゆい。あ、やばい、刺され。めっちゃかゆい、どうしよう。うん、かゆい。ちょっと、ささっと。ささっと。うわぁ、久しぶりに食べる。いただきまーす。いただきます。うわぁ。うん、美味しい。おぉ。美味しいの瞬間にかゆいって。かゆい。皆さん、はい。お花茶屋に食べに来てね。あー、かゆい。かゆいな。うん。またね。